いたしますご紹介いただきありがとうございましたまたこのような発表の機会を与えていただき心より感謝申し上げます、えー、九州大学の沖と申します、えー、予定ではあのチップアトラスについてお話しする予定だったんですけどもちょっとあの後半の方では新しく最近開発したオミクス技術についてもご紹介したいと思いますでまずこのチップアトラスというものなんですけどもこれは世界中で論文などで報告されたほぼ全てのチップセックデータがぎゅっと集まったようなデータベースになります後 ちょうど簡単にご紹介しますようにこういうふうな好きな遺伝子の周りにどんな転写因子がどの細胞でどのぐらい結合しているかというのをビジュアルでなおかつ簡単に理解することができますでこのチップセックというのはそもそも何のことかといいますとクロマチウムのプレ,スプレスピテーションウィズシーケンシングの略でありましてゲノムに結合しているタンパク質例えばこのようなヒストンであったり転写因子が ゲノム上のどこに結合しているかというのをゲノムワイドかつ定量的に調べることができる方法ですで実験手法としましてはこのようにゲノムを取ってきましてこのように就職ヒストンや転写因子に対する抗体でクロマチンを免疫沈降しましてで得られた DNA 断片をハイスループットシーケンサーで読み取るという技術ですでこの技術は約10年ぐらい前に、えー、登場しましたがその後飛躍的に世界中でこの実験が行われるようになりまして今だいたい10万 実ういっのデータはほぼ全てこの NCBI とか DDBJ のような公共レポジトリにデータが登録されていますでそういったデータは自由に利活用して良いという,ふうなことになっているわけなんですけども実際そこで得られるものはこういったあのシーケンサーが読み取った配列生データしか得ることができませんつまりこれを見ても何もわからないわけですでそこで私考えたのは DBCLS の太田達郎さんとのご協力のもと こういったデータ解析を全部スパコンを使ってやってやればいいんじゃないかというふうに考えたわけです。でそこでチップアトラスというプロジェクトを立ち上げたわけなんですけどもじゃあ何をしているかといいますとまずこういった配列生データを全部ダウンロードしてきましてレファレンスゲノムにアライメントします。こ、まあ、ここででは3つの実験データを色分けけけしていいるわけなんですけどもこういう,ふうに えと山が立っててていいいるるとととこころに強く結合ししうことを示していま,すでまたこの、えー、とピークコールという作業も行っておりましてこのようにアライメントが優位に集中している領域を特定するということをやっていますでこういったデータはチップアトラスのウェブサイトを通じて閲覧することができますでまたもう一つ非常に重要なことをやっておりましてそれがサンプルメタデータのキュレーションという作業になります例えばこの3つの実験データにおいてはこういった転写因子 のこういった細胞におけるチップセックデータであるというのを私が全てマニュアルでキュレーションしております、まあ、そうすることによってこの一個一個の実験データが見ることができてなおかつサンプルデータも非常に分かりやすくなるということになっていますでところがこのチップアトラスの大きな特徴というのはこういうふうに一個一個のデータを見ることができるということだけではなくてむしろ重要なのはこの 数万件の,このチップスイックデータを全部統合解析してデータマイニングすることができるという点ですでそういったことができるツールがこのチップアトラスのトップページにある4つのツールになりますピークブラウザーターゲットジーンズコローカライゼーションエンリッチメントアナリシストというツールなんですけども今日は時間の都合上このピークブラウザーとエンリッチメントアナリシストについてご紹介したいと思いますまずこのピークブラウザーですが 好きな遺伝子の周辺にどんな転写因子が結合しているかというのを理解することができますここでは例として HOXA2 という肝臓の発生に非常に重要な遺伝子の周りにどんな転写因子が結合しているかというのを見ていきたいと思いますチップアトラスのピークブラウザーのウェブページに行きましてまずここで生物種を選びます、まあ、例えばマウスというふうに選んであと抗原タイプを選んでいただきますヒストンとか RNA ポリメレスとかありますがここでは転写因子というふうに選んでいます でまた細胞タイプもここで選ぶことができまして、えー、アディポサイト、ブラッド、ボーン、ブレストなどありますが、まあ、ここでは全部というふうに選んでいますでその上でこの青いボタンをクリックしますと IGV というフリーのゲノムブラウザーがあるんですけどもそこに選択されたデータが流し込まれるようになっていますでその上でここで好きな遺伝子例えば f o x a 2というふうに入れてやると f o x a 2の遺伝子座に飛ぶことができましてで例えばこの f o x a 2の転写開始点こちらになるんですけども その転写開始点、近傍におきましてはこういったさまざまな転写因子がリバーにおいて結合しているということからこの HOXA2 の発言はこういった転写因子によって制御されているということがわかりますでまたこの HOXA2 の遺伝子座におきましてはいわゆるポリコームタンパク質群が ES 細胞で結合しているということから ES 細胞でこういった因子によって h ックス a 2の発言は抑制されているというふうに理解することができます、まあ、ここう,うすることによって 皆さんが好きな遺伝子の周りに何がひっついているかというのがすぐにわかるようになっていますまあ、そうすることによってその好きな遺伝子がどんな因子によって制御されているかということが分かりますしなおかつこういったいろんな因子を結合するような領域つまり制御領域がどこにあるかということも同時に理解することができますでどのぐらいのデータがあるかと言いますと約10万件の実験データがこのチップアトラスの中に含まれておりましてこういったピークコールデータが約10億箇所、えー あります、まあ、非常に膨大な量のデータなんですけども以下この3つの、えー、ツールにつきましてはそういった膨大な量のデータを統合解析して、えー、いろいろ、あのー、興味に応えてくれるようなツールになっています特にこのエンリッチメントアナリシスではクエリとして複数の遺伝子を投入します100個とか1000個とか複数の遺伝子を投入してやったときにそれらの遺伝子を制御するマスターレギュレーターを特定することができます これエンリッチメントアナリスのウェブページになりますがこちら側に好きな遺伝子名を入力することができます、まあ、例えばヘパトサイトだけで発現するような遺伝子の名前をこちら側に入れておきますでまたこちらが比較対象としてヘパトサイト以外の組織で発現するような遺伝子の名前を入れておきますでまたここで転写開始点からの距離幅をこう設定することができるんですけども例えば TSS のプラマイ5キロというふうにやってやってでこのボタンをクリックしますとこのツールはこっちの 遺伝子群とこっちの遺伝子群の、えー 転写開始点近傍プラ,スプラスマイナス5キロにどんな転写因子が結合しているかというのを全部カウントしますでその上でどの転写因子がこのヘパトサイト特異的遺伝子の方にエンリッチしているかという計算を行ってくれますまあきはちょっと時間の都合上あの生データはお見せできないんですけども結果どういうふうになるかというとこういった遺伝子群の周りには HNF4 ホック性などのような転写因子がより結合しやすいということを示し,示してくれます 実際この HNF とか f o x a という転写因子は、えー、肝臓の発生に非常に重要なこ重要であるということが知られていますしあと皮膚のファイブロブラストに強制発現させてやるとレ、えー、ヘパトサイトライクな細胞にダイレクトリプログラミングできるということが知られていますのでそういったその組織の、えー、マスターレギュレーターを特定するのにこのツールは、えー、活用することができます。 チップアトラスの使い方なんですけどもこのトップページのここに、え。ー 動画マニュアルがありますのでそちらをご覧ください。でただこれ英語で作られていますので最近 DBCLS の小野さんにご協力いただいて統合 TV を通じてチップアトラスの動画マニュアル日本語版を作成していただきました。まあ、こういうふうな感じで動画でなおかつ日本語でそのチップアトラスの使い方を理解することができますのでぜひこちらで検索してみてください。でまた最近あのハンズオンセミナーというものを開いておりまして参加者の皆さんにあの パソコンを持参していただいて、で実際にチップアトラスを使っていただくというセミナーを行っています。こういったあの不況活動のためのあの研究資金を NBDC から入れいただいておりますので、旅費や借金などは不要です。えー、もしご興味のある方はおっしゃってください。 でここからちょっとあの技術開発の話になるんですけどもこのチップアトラスを運営していてよく不満に思うことがありますそれどういうことかと言いますとマぜこぜサンプルが多いという問題ですこれどういうことかと言いますと例えばあるチップシックデータは腎臓を丸ごとすりつぶしてチップをしました みたいなデータをよく見ますでところが腎臓の中には少なく見積もっても20種類以上の細胞タイプであったり組織が混在しているというふうに言われています。ですのでそれらを全部丸ごと取ってきてすりつぶしてもほとんど意味がありません。でまたあのよく見るのがマウスエンブリオ丸ごと。 チップセップクを行ったといったデータもありますでところがあの私はあの、えー、マウスの発生生物学を非常に長くあの研究してきたわけなんですけども本当になんかこうイライラしますどういうことかといいますと例えばこれ14.5リンチ肺のマウス肺なんですけどもそれ,をあのそれのセクション像を示していますそうするとこのニューラルチューブがあってノートコードがあって腎臓などがあったりするわけなんですけども、まあ、非常にたくさんの組織がありますで例えばこのニューラルチューブのこのベントラル側のここが知りたい と言ったときに、じゃあこの非常に小さな領域を取ってくることができるかというと非常に難しいです。まあ、なんか発生学者は大概、神業を持っていて、まあ、私もなんかの神業とか持ってるんですけども、もそれを取ることはできるんですけども、もそれは再現性に非常に乏しいという問題があります。でじゃあ、えー、この組織全部すりつぶして、チップセック、RNA セックをしたらどうなるか、全く意味がないということです。でじゃあ、どうしようかということで,で、そこで私が開発した技術が。 フォトアイソレーションケミストリーピックという技術ですでこの技術におきましては組織切片を準備しますでそこにある処置を加えた後に興味のあるところだけにこうピンポイントで光を照射してありますでそれでこの切片のトータル内成を回収して RNA セックなどを行うとこの光を当てたところだけの、えー、オミックス解析ができるという技術ですじゃあなんでこんな、えー、魔法のようなことができるかという原理についてなんですけども実際の実験結果を交えながらご説明したいと思います この実験ではニューラルチューブのドーサルメディアルベントラル側のいずれかの領域にピンポイントで光を照射した時にそれぞれの領域で特異的に発現する遺伝子を検出できるかどうかについて検証しましたでその実験方法なんですけどもまず最初に使うのが逆転車用あポリティ配列を含む逆転車用のプライマー に光回列型ののブロッカーというものを入れておきますでこの、えー、プライマーを逆転車酵素とともにこの切片に振りかけてやると切片上のメッセンジャー RNA と,、えー、とアニーリングして逆転車反応を切片上で行うことができます。でまたこの実験技術では面線とカップルすることができて例えば、えー、ここではソックス2 に対する免疫染色を行いましてニューラルチューブの正中線を厳密に定義しております。でその上で、えー、好きなところに光を当ててやります。ここでは、えー、な直径75ミクロンの光を。 この3箇所の3所いずれかに照射しておりますそうするとこの光を当てたところだけこのブロッカーが外れますでその上でこの切片のトータルライセートを回収して、えー、ライブラリー増幅を行うとこのブロッカーが外れたものだけが増幅するようになってその後シーケンスできるといった仕組みになっています。 でじゃあ本当にえっ、ー、とそういったことができるかどうかということで結果をお示ししたいと思います <laughs> まずこのドーサルメディアルベントラルでそれぞれレプリケートを取っておりますがだいたい1万前後の遺伝子がちゃんと検出されております非常に検出感度が高いということがここで言えるかと思いますでまたえっ、ー、とじゃあこの3点いずれかあの 別個の遺伝子を検出できているかどうかを確認するために次元圧縮によるクラスタリングを行ったところをちゃんとこの3つのグループに分かれるということで,で特にこのそれぞれの領域で特異的に発現する遺伝子が200個程度得られていますで特にこのドーサル側で特異的に発現するというふうに検出された遺伝子ックワ1やックス b 8などがあったんですけどもそういったものをインサイチューハイブリダイゼーションで確認するとちゃんとこのようにドーサル側だけで、えー、発現しているということが確認できました、まあ、つまりこのフォトアイザー レーションケミストリーという技術を使うと、えー、何がいいかというと非常に小さな領域の解析が可能であるということですでまた光を、えー、し光というのはいくらでもこう小さく絞り込むことができますので空間的な解像度が高いですしなおかつ自由な形のロイに光を照射してその、えー、オミックス解析ということが可能になりますでまたこのケミストリーは、えー 先ほどの r n a セックだけではなくアタックセックやバイサルファイトセックチップセックなどにも適用可能です、まあ、つまり遺伝子発現だけではなくその制御機構まで、えー、分かることができるという、えー、メリットがあります、まあ、つまりこの技術を使うことによって特定の領域非常に小さな領域で得意、えー、的に発現する遺伝子群もしくはそのオープンクロマチン領域などを取得することができますのでそれをさらにこうチップアトラスとつないで使ってやりますとそういった遺伝子とか、えー 遺伝子をまとめて制御するマスターレギュレーターを特定することができますつまり皆さんが興味のある領域のマスターレギュレーターをこれで得ることができるのではないかと考えております 最後に謝辞になりますが、チップアトラスの方は、DBCLS の太田達郎さんをはじめ、さまざまな方との共同研究で成り立っております。で、またフォトアイソレーションケミストリーに関しましては、九州大学の本田さんが多くの実験を行っていただいております。で、また九州大学の大川さんには、シーケンス解析を行っていただいております。 でまた現在こういったところから、えー、グラントのサポートをいただいております。で最後に、えー、私事なんですけども来年4月より京都大学の創薬医学講座というところで、えー、PI の、えー、ポジションを得ることができましたで、えー、これからなんですね <laughs> ですので、えー、ポスドク大学院生の方を募集しておりますドライの方でもウェットの方でもどち,どちらもできるという方でも構いませんのでよろしくお願いします。えー、以上、ごご聴ありがとうございました。